今朝もパン屋のおじさん、おいしいパンを焼く。貧しいけれど幸せな街、いつも変わらず。おはよう、ベル。おはよう。どこ行くの？本屋さん。面白かったわ、この豆の木と怖い鬼の話。また新しいのを借りるの。そうかい、マリーバゲットを早く。ご覧、あの子は変わってる、本も話さない。おかしな子だわ、スモワの空。ベルテコは変わってる。おはよう、ボンジュー、お元気かい。ボンジュー、こんにちは。奥様はちょうだい、むつ高いわね。そこの世界には何かがある。あー、ベル。あ、こんにちは。本を返しに来たの。もう読んだのかい？一息に。新しいのあります？みんな読んじゃってるよ。じゃあいいわ、これ買います。2回も読んだじゃないか。好きなの。遠い国、決闘、魔法にかかった王子様。好きならその本をあげるよ。本当？いいと思う。嬉しい、ありがとう。ご覧、この子は変わってる、不思議な娘だ。いつも夢見て本に夢中だ。不思議な子だ本当に。みんなとは違う、ベルテコは不思議な子。すげえガスト、あんたの腕前は世界一だぜ。知ってるぜ。どんな獲物でも打ち込んだ女だってそうだ。そうだルフ、俺はあの子に目をつけた。発明家の娘？あの娘にプロポーズするぞ。だけど町一番のいい女だ。だからこそ俺にふさわしい。そう思わんのか？そう思うよ。一目あの子を見た時、俺は決めたんだ。俺たち二人、美男と美女さ、結婚するぞ断固。いるわよ素敵なわ。ああガスト、しびれる体が燃えてくる。すごい男なの。おはよう、あんじゃん。これがベル、おいしそう。こっちでやる。失礼。ナイフをとおるぜ。この魚サイン、とんでもない。外の世界には夢が。見てろ、あの子は俺のもの。